今日札幌に劇場や図書館などを合わせ持つ新たな複合施設、札幌市民交流プラザがオープンしました。オープニングセレモニーでは秋元市長が新たな文化芸術活動の拠点として人がつながっていく場になってほしいと期待を寄せました。また開館を祝って市内の中高生が新劇場のこけら落とし公演オペラアイーダの楽曲を華やかに演奏しました。市民交流プラザは本格的なオペラなどができる劇場のほか、4万冊以上を揃える飲食自由な図書館、そしてさまざまなイベントができる多目的スペースからなる複合施設です。館内には図書館の本を持ち込めるカフェもあり、多くの人でにぎわいました。